安居寄贈は、日本の実業家。当り会長、経団連副会長、日本科学繊維協会会長等を務めた。また、日本国有鉄道関西委員会委員長を務め、国鉄再建のため尽力した。1979年訓一等随法省受賞。大見国彦根、竜部家寺を、母大寺とする安居家の出身。父の寄贈は、犬上郡選出権会議員で、 彦根高等商業学校設置運動のため、登場不在中に、無理やりに、彦根町長に選挙され、在任中は、彦根ネ交渉設置のため始終奔走し、翌年に、彦根ネ交渉新築の着工を見て辞任したことで、交渉町長の愛称で呼ばれた。姉、絹ヌは、美濃赤坂の、先祖は、桓武天皇、第二王子の佐賀天皇にまで遡る旧家、八橋家に嫁ぐ。 父の寄贈から見れば、矢橋宗一、矢橋つねお、原音彦は、孫、矢橋信也、原修六は、彦。伊藤忠商事の伊藤忠兵衛、日本生命保険創業者、広四助三郎の長男で、同社第三代社長の広四助太郎、彦根町長のジップ、蔵らと共に、彦根高等商業学校創立のための寄付をなし、また、 大見水力発電の設立に際して出資し、ダム建設ひいては、ビワ湖東岸地域への電気供給を実現させ、さらには、1947年4月から同年7月までの間、初代彦根市長を務めた親族の暗居98は、暗居家、本家、当主。旧姓氏が第一中学を経て、1926年、旧姓東京商科大学を卒業し、三井銀行を入校。 大学では、大塚金之助ゼミナールに所属。三井銀行で、常務、専務を経て、1959年副社長就任。1961年三井石油化学工業、社長就任。1962年三井、ポリケミカル社長兼任。1963年東洋レイオン副社長、就任。1971年東レ会長。 1977年度談役。暗挙寄贈と、ソビエト連邦、ブレジネフ書記長この間経済団体連合会、副会長、日本経営者団体連盟上任理事、経済同友会幹事、日本科学繊維協会会長、東京12チャンネル取締役、日本国際貿易促進協会顧問、通商産業省産業構造審議会員、繊維工業審議会員、 文部省国語審議会委員、伊勢神宮数計会東京都本部長なども務めた。1974年国鉄関西委員会委員長、就任。1980年再任。日本国有鉄道の再建のために尽力した。1979年君一等随法省受賞。1983年肺炎のため死去。去年83。元大倉省事務次官。 原告鉄総裁の高木文雄が暗挙の葬儀委員長。高木文雄、佐藤栄作、大平正義、森永定一郎、住田里氏、森田明夫、森大吉郎、茂木慶三郎、飯伊大義、春木栄らと進行を結ぶ。施設、方針演説で増税の必要性を強調。こういう最中のある優、友人氏5名で大平さんと。 中国料理を共に少し遅れてお見えになった大平さんを見て私は思わずハッとした。30年来のお付き合いで初めて見る苦渋に満ちた、と元内閣総理大臣大平正義との交流を回想している。長男は安居信弘同妻は河北総太郎の長女、なぎさ。河北家の子祖は豊臣家に仕え。 大阪落城後伊勢に逃れ将に返し、代々旧代夫を襲名してきた。川北総太郎は、1879年に1歳で、川、北家16代当主となった旧代夫の長男。